どうもルックンです。2022年12月14日あ水曜日、午後2時ですね。大徳寺、今宮神社参拝の帰りにちょっと大徳寺寄ってみました。大徳寺境内広いので、まずはその大徳寺の境内のその雰囲気だけちょっと撮ってみたいと思います。だいたい500メートル四方ぐらいあるんですかね。ずっと今宮神社側から通ってきました。こちらが大徳寺専門道場になってますね。ちょっと見てみたいと思います。立派な門があります。中には入れないんですが、本派専門道場になってますね。雰囲気だけでも。この前は竹林になってますね。境内歩いてるだけでも心洗われる、そういう、雰囲気ですね。こちら北門になるんですかね。一般の道に通じてます。こちらは確かこう遠いんでしたかね。ちょっと間違ってたらごめんなさい。こちらの右側に一つお寺があるはずです。そうですね、当たってました。高等院です。ちょっと門のところまで入れますので、ちょっと行ってみたいと思います。機会があればまた高等院の方も入りたいと思います。高等院以前何年か前に行ってますので、境内には須賀山斎と夫人のガラシャ、ガラシャさんは明智光秀の娘さんですね。歌舞伎の創始者とされる出雲の国のお墓があると。いうことですね。この参道の雰囲気はよく写真
写真で紹介されますね。配管休止になってるんですね。当分の間悪液蔓延、あ、まあコロナですね。ああ、当分というかコロナが収まるまで配管停止になってるんですね。そういうことでしたか。こちら近衛家の病床になってますね。近衛家の墓があるんですね。随雲軒、ね、こちらが創建院ですね。織田信長の病床になってます。
創建、秀吉が確か建てた、まあ建てたというかこちらに、織田信長の病床を作ったというふうに記憶してます。創建院ですね。鐘楼ですね。こちら受講院ですね。特別公開、ご拝観の皆様に書く内容、国宝障壁画里帰り3月26日まで2000、なんと2000円ですね。狩野英徳になってるんですね。でずっと続きます。大祭院は拝観停止じゃないです。拝観されてるんでね。書院庭園になってます。奥州院。多分配管はできないと思うんですが、欲しいですね。報酬員の中にたくさん何々案、何々案中案があります。最低になってますね。
配管料1000円になってます。なんと1000円。もう知られるもですね、配管されてないということですね。おっしゃいんですね。まあ、やつは座禅をされてますね。おっしゃい。こちら突き当たりが確か真珠湾だったと思います。
そうですね、3回ほど行ったんですかね、過去に。今日は入れないですね。金森総和好みの帝玉軒という茶室がある。まあ、あの大徳寺は、まあ、茶面という、まあ、独特の臨済宗の呼び名で、有名なんですけども、茶面と言います。まあ、お茶を、まあ、重んじたということから茶面という呼び方をされています。一休宗純を解説しているということですね。境内そんなに広くないんですが、こじんまりとしてですね、綺麗です。どことなく京田辺市にあります一休寺に雰囲気は似てますね。こちらが大仙院ですね。意外と安い、400円ですね。また機会があれば入りたいと思います。今日はちょっとね、時間があまりないので残念ですが。工場建築として最も古いんですね。大仙院のお庭ではですね、枯山水のお庭、京都検定の問題にも出てきます。松がありますね。なかなか独特の松ですね。
ら大徳寺の駒札がありました。大東国師周法明朝さん、北条もここになってますね。唐門もここですね。で、茶道との関わりが深いということになってます。三軒ですね。古田織名後の美濃三条大名八層の茶室公安。開館はできません。現在修復中ですね。清純院綺麗な参道になってます。
して国宝の三門ですね。確か毛尖閣という名前の三門だったように記憶してます。そうですね。ああ、ごめんなさい、金毛閣、金毛閣でした、間違えてました。それとこちらにもまだまだたくさん塔頭寺院があります。鉄鉢料理は伊豆仙さんも、伊豆仙さんまでやってあるんですね。頑張ってありますよね。降臨重要文化財になってるんですね。追放院、大徳寺村内、高等院があるんですが、3カ所だけなんですね。現在修復中のお堂は仏殿でしたね。全県
八両立の水線。平安頼の平の安頼のと言ってますね。立派な金門があります。徳善寺ですね。龍源。
公開中になってますね。すごい、ちょっと時間がないので残念ながら次回ですが、それぞれ重要文化財になってますね。まあこういった一番小さなですね、枯山水の庭があるということですね。以前に私一回入ったような気がするんですけどね。両徳院、ね、じゃあ北大路通りになりますね。京都駅伝でもここ通りです。以上大徳寺でした。